西アフリカには目ぼしい資源もなく、開発が遅れた国々がたくさんあります。その中でも世界最貧国の一つと言われるニジェール共和国では、2004年当時、初等教育の就学率は 52%、 中でも女子は 40% にも満たない状況でした。さらに学校でも教室が足りなかったり、教員が休みがちだったりといった問題があり、親や住民たちは学校教育への不信感を募らせていました。サボダウリシンガニマウワインディアダラコルマスウワインディアスンジャイディンソダガラコルムイムシレダラマリンアマウスウワインディアムスガニバ。こうした課題を解決するために、ニジェール政府は住民と教員が一緒に学校を運営できるように、それぞれの代表で構成された学校運営委員会の設置を教育改革の柱として推し進めました。しかし、Le comité était monopolisé par l'autorité du village. L'opinion des parents et des autres membres de communauté ne se reflétait pas dans la gestion de l'école.Ainsi donc, de ce fait, sans leur opinion, le comité ne fonctionnait pas très bien. 機能する学校運営委員会を目指して、教師や保護者、地域住民など学校を取り巻くみんなで学校を運営していくことを目指して始まったのが、みんなの学校プロジェクトです。プロジェクトではまず委員選挙を民主的に行い、透明性の高い組織、学校運営へ住民が参加しやすい土台を作りました。そして次に、住民が実際に学校運営に参加できるような活動計画の作り方を指導。この活動計画では、住民によって選ばれた委員が中心となり、住民集会を開いて、より良い学校を作るために解決すべきことは何かをみんなで話し合いました。そして自分たちにできることから取り組んでいったのです。これまで4万校にも及ぶみんなの学校モデルを西アフリカ地域に普及させたみんなの学校プロジェクト。地域住民、学校関係者、行政など、学校を取り巻くみんなが一体となり、大勢の子どもたちに学びの場を提供してきました。そして子どもたちは多くのことを学び、視野を広げ、将来の目標を見出せるようになったのです。みんなの学校プロジェクトは、教育へのアクセスや質の改善によって、子どもたちに夢や希望を与えるとともに、学校を取り巻く人たちの信頼のネットワークを形作っています。